アップルソースを添えた、カイザーシュマーレンクランベリーソースを添えた、カイザーシュマーレンカイザーシュマーレン、カイザーシュマーンは、オーストリアの最も有名なデザートの一つであり、オーストリアハンガリー帝国の時代から人気があり、ドイツバイエルン州でも人気のデザートである。カイザーシュマーレンは、オーストリア料理よびドイツ料理のシュマーンと呼ばれる、パンケーキのデザートの中でも洗練されたものの一つで、 ある。ハンガリーではチャーサール・モルジャ、または、シュマルニという。フランツ・ヨーゼフ一世カイザー・シュマーレンの意味については、語源に関する論争がある。オーストリア・ドイツ語で、カイザーは皇帝と翻訳できるが、シュマン、または、シュマリンは、やや難しい。ドイツ語の、シュマリンは、シャーンや、シュミリンと、関係があり、擦ったもの、引き裂いたもの、なすりつけたもの、 と解釈される。オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世が好んだデザートという逸話から、皇帝が好んだふわふわした、引き裂いたパンケーキは、皇帝の愚孔、戯れと解釈され、シュマンには、ごたまぜ、混乱、愚孔、戯れ、パンクズ、つまらないもの、ふわふわしたもの、ナンセンスといった意味が付随するようになった。カイザー・シュマーレンは、薄いパンケーキで、小麦粉、 卵、砂糖、塩、および牛乳を混ぜ合わせた甘い生地をバターで焼いて作る。カイザーシュマーレンの調理には様々な方法がある。卵白と卵黄を分け、卵白を固く角が立つまで泡立てから、小麦粉、砂糖と混ぜた卵黄を、その他の材料を加える。種種類は、果実類は、本来のレシピには含まれておらず、個々の料理人が好みで加えたものである。 元のレシピには、ラム酒に漬けた、干しぶどうだけが入っていた。バターを溶かしたフライパンに生地を流し込み、パンケーキが固まりかけたら引き裂いて小変にする。調理後に細長く裂いて、通常、粉砂糖を振りかけ、アップルソースや、プラムソース、または酢モ、コケモ、イチゴやリンゴといった果物のコンポートを添えて、音声で供される。 カイザーシュマーレンは通常デザートとして供されるが、オーストリアアルプス山岳など、観光地のレストランや宿泊施設では、昼食としても供され、十分ボリュームのある食事となる。エリーザベト皇后カイザーシュマーレンは、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世のために最初に調理されたと、一般に信じられているが、その由来には、諸説ある。ある疑わしい説は、 皇帝とビッテルスバッハ家出身の妻エリザベトに関わるものである。皇后エリザベトは腰回りを細く保つことに就寝し、王室の料理人に低カロリーのデザートの実を調理するよう命じて厳格なことで悪名高い皇帝を老狽させ、苛立たせた。料理人がこのデザートを用意すると、エリザベトは栄養豊富すぎることを理由に食べることを拒否した。 激怒したフランツ・ヨーゼフは、では、料理人がどんな、シュマンを即席で作ったか見せてくれと皮肉を言った。結局フランツ・ヨーゼフはこれを機に、入り、エリーザベトの分まで平らげた。こうして、この皇帝の承認を得たデザートは、帝国中で、カイザー・シュマーレンと呼ばれた。ありがとうございます。